お前か。ああ、どうせあの時の原因は何だとか聞くんだろう。知ってどうする、また別にとか言う気か。知ってどうする気もないなら興味本位で人のことあれこれ突っ込むんじゃねえ。バカじゃねえのか、そんなのただ口だけで言ってんだろ。俺はそういう自分勝手なおせっかいってやつが大嫌いなんだよ。お前はいや、なんでもねえ。できる。俺があの時苦しんだのは悪夢を見ていたからだ。闇に引き込まれるあの感覚、息が苦しい。そこでは何も考えられない。一度あれを体験すればきっと誰もが同じ夢を繰り返す。そんな夢を今も見る。もしかしたらこういうのがトラウマっていうのかもな。お前だってその可能性がないわけじゃねえんだぞ。俺とお前は同じだったからな。もういいだろう。俺は行く。別にどこだっていいだろう。どうにかするのか。やめとけ。お前には無理だ。別に約束していたわけじゃない。お前が俺にできること、それは世界を解放することだ。じゃあな。
調べてるの。すぐ終わるからちょっとだけ我慢してて。男の子として見てるよ。もしかして寝てたの？
しょでしょ。ねね、着てみて。そうかな、私は全然暑くないけど。どうしたの？着心地悪い？もう大げさだな。こんなのでよかったらいくらでも作ってあげられるから、欲しい時は言って。またお前か。何度癒せればいいと思ってんだ。帰れ。今回は言わないんだな。また聞きに来たんじゃないのかと思ったんだよ。別にお前に心配される必要なんかねえよ。悪かったな。俺は現実の世界に絶望していた。大切な人を失った。大切な人が苦しんでいるのに俺は気づかなかった。泣いている意味さえわからなかった。気づいた時には遅かった。あいつはその時にはいなくなってたんだからな。なんで俺は気づいてやれなかったんだろうと自分の愚かさを何度も悔やんだ。
そんな時、俺はこのフェムトにやってきた。そして俺はこの世界でいなくなったあいつの影を見つけたんだ。ここに来て俺は変われると思った。今度こそ救い出せると思った。あの子を救い出せればきっと俺の心も救われる、許される気がした。だけど俺の声は届かず、あの子は心を塞いだ。絶望した。俺はまた救えなかった。あの子をあいつの身代わりにしても、それでも救えなかった自分がここにいる。もうこの先の俺に光はない。本気でそう感じた。だから俺はセクレトを、俺は本当はもうここにはいないはずだった。俺の名も姿も真実じゃねえ。真実は今どこにあるのかわからない。覚えてるのは自分が闇の中にいたことけど、そこには俺の意識だけじゃない、さまざまな思念が渦巻いてて、自分でもよくわからない。意識が混濁して自分が誰だかもわからない。俺は俺なのに、それが誰なのかわからない。ただ一つわかってる、この地獄にも似た苦しみと、この体がきっと俺の代償なんだ。俺はそれを抱えてこの世界で生きていく。それが償い。お前がこの世界をどうしようが、俺には手出しできない問題だ。世界を解放しようが、一人でこの世界を出ようが、別に俺はお前に助けてもらおうとは思ってない。確かにお前の言う通り、この苦しみも体も俺は望んではない。本当はこんなこと誰も望んでないことなんて分かってる。俺もあいつも。けどだからといってもう戻れない。俺はそれを選んだ。自分で決めた道だ。それが今の結果になって間違いだったとしても、ただ運命に身を流されて生きるだけだ。だからお前がどうしようが俺には関係ねえんだよ。一つだけ忠告しておく。選択を間違えるな。お前は、お前だけは間違えるな。いつかお前は選ぶことになる。何を望むのかわからねえが、もしもその時に選んだ道で迷おうとも、お前は間違えるな。お前はお前の思った道を信じていればいい。それがきっと答えだ。そこで迷えば全て失うこともあるかもしれない。俺と同じように。お前は俺みたいになるな。お前は人のことを考えすぎるからな。
言ってろ。お父さんやお母さんも絶対治してやるって
励ましてくれてた。みんながみんな私のこと大事に思ってくれてて、それで満足だと思ってた。でもね、私はいつも窓の外を眺めてた。外の空気が、お日様の光がどんなに心地いいのか、自分の体で感じたかったの。そしたらいつの間にかここにいて、私ついに天国に来たんだななんて思ったけど、違ったみたい。だってここが天国だったらこんなに苦しいわけないもんね。ここに来てから自分でも驚くくらい体の調子が良くなったし、もしかしたらって思ったんだけど、おかしいね。一人で思い上がってたみたい。何言ってるの？私の病気は治せないんだよ。私も君と一緒にいろんなものを見てみたい。夢の中だよ。用ってほどでもないけど、一応報告しておこうと思って。おめでとう。第一段階突破だね。そのセクレト、よく見てみなよ。そう、これであんたはようやく認められたのさ。セクレトを完成させることがこの世界を出る鍵となる。あんたが帰りたいと望むのなら、これを完成させなければならない。ま、頑張りなよね。セクレトが動かせるようになる基準なんて、俺が知ってたらさっさとあんたに伝えてるよ。うるさいな。別にいいだろ、あんたには関係ない。ま、あとは自分で頑張りなよ。